きなの？もうじきですね。ここ見えへんねんけど。真っ白すぎて景色も楽しめねえね。ああ、面白くねえ旅行。うわー、これは悲惨じゃ。じゃあ、まあ梅雨だからしゃあねえか。去年もこんな風で悩んだもんな。悩みましたな。さあ、トンネルだ。ほんとだ、これが佐久間ダム、あ、佐久間トンネルか。はい。これが噂の、うわきりキリがすげえ。キリがすげえ。地面もすげえ、なんか今までのトンネルと違う。うん、これ動画的に大丈夫かこれ。動画的に、しょうがねえな。これ人間撮ったらあかんのかな。向こうから来るライトが地味にホラーだったんだけど、これいいね。完全にも霧だ。演出だけならバチバチにホラーなんだよな。長いね、でも思ったより。トンネル内、歩行者、自転車に注意。あ、こっち通ってもいいんだ。大丈夫っぽいっすな。ローラースケートの出番だぞ。バカ。こんなガタガタ見せて、死ぬわ俺が。あわわわわわわ。ドナルド行っちゃう。これもそのトンネルじゃないの？このトンネルやん。なんでこんなにあるの？トンネル。何個か連なってた覚えはある。こっちはキリがねえな。夜歩くの面白そうやな。うん、確かになんかこの壁といい、なんか今までと違う感じのトンネルだから。これはなんか影がお化けに見えるのも分かるような気がするな。あの3つの点が顔に見える現象だ、うん、これ歩いてもいいなら夜歩いた方がいいね。お、価値ありそうだね。まだあるやん。長え長え、すげえな。これ歩くのすげえかかるな。車で行って、車で止めて、車でほんで歩いてってやるしかねえな。あ、そんな感じになるの。あ、まとめてもう全部バーッと歩くんじゃないのこれ。ほんでまた戻るの嫌だよ俺。これは面白そうだね。でもこのトンネル横そんな広くないけど縦でけえだろ。こういういらんとこもあると面白いやんね。おお、これ面白いトンネルだね。今までいないですな。レアですな。あ、ここがダムか。ほんでダムかな。ほら、ああ、ダムだ、でけえ。あ、ここが、ここでみんな止めとるわけか。止める？電力か。どこ？トイレはダム広場、階段上にありますのでご利用ください。ちゃんとトイレがすぐ近くにあるといいな。え、24時間使えるか。え、降りるの？ん？降りる？トイレ行ってこうと思ってるだけ。ああ、そうなの。
しょよいしょ、もうちょっと止めないと。佐久間ダム、ダムが心霊スポットなんだっけ、トンネルが心霊スポットなんだっけ、忘れた。電波が死んでる。霧がやべえ。かっちゃんトイレ行くって言ったけど、あれじゃないの、これだいぶ遠いんじゃねえの、トイレ、トイレが遠い、うん、だよね、うん、見たらクソ遠いもん。あ、だって俺らは現在地ここで、あの、うん、ここでいたの、さっきの車行ったんや、うん、トイレ。え、歩いて行ったのこれ、行ってねえよまだ、途中で帰ってきた。そう、あっちにもトンネルあるんですよ、富山方面っていう方に行くらしいですよ。あっちがメインなのかな、トイレだけ先行って、うん、様子見ですな。これ入っていけれるよ、はい、ここだね、みんなが映しとる心霊スポットって、こっちはトンネル多分な、愛知県寄りやつって言うのね。 あこれだ、あの、とかってやつの、やめろ、よそのチャンネルの名前出すんじゃない。何これ、あ、うなぎダルトンネル、ここだよね、ここですな、狭い、狭いな、さっきのトンネル見習い、あ、ここだわ、なげえ、なげえ、明かりあるけど、なんか朝鮮トンネル思い出す感じだな、なんか。ここがあれか、これなげえな、これ歩けれるの俺ら人間、どうなんでしょうか。これもこっち行けば愛知県なんやろ、愛知県って岐阜県にその気がする、全然いいわよ、こっちを歩いた方が、でもそんなに心霊っぽいとこでもねえんだけどな、目の前真っ暗なんですか。そう、なんだろう、びっくりした、遊園地のお化け屋敷感が、霧が濃くなってきたな、長え。全然出口じゃなかった、これ歩いてみたいね、でもまあ歩けるっちゃ歩けるんでしょうけど、これはでも夏だな、これ歩けるなら歩いてみたいな、夜、これはお化けが見えなさ、この影で見えなさそうでもないよな、これ心霊スポット、こっちだわ、みんな映しとるの、これメーカー的にはどうなんですか、全然なんで凝った、歩かんとかんな、これこっちの方がいいな、歩くの、そうなんですか、うん、でもこんだけこんだけさ、霧があったらもう梅雨は来れんぞ、これトンネルの中涼しい、開けてみよう。いや開いてる、めっちゃ涼しい、あークーラー効いてるわ、車のクーラーより涼しい。本当にね、外出て暑とかなんか生ぬるうちじゃなかったんだけど、うん、涼しいだと思う、なんでこんなに車がいっぱい止まっとるの、靴脱いでるし、大丈夫か、みんな何、靴脱いでるの、なんで靴置いてくの、さあ、
げえ霧だわ。いっぺんあるな、これ。このトンネル。なん、マジで何も見えない。何も見えねえもん。目の前壁になっててもワンちゃんわからないレベルで。だいぶ雰囲気はあるでしょうな。これは面白いな。歩けれるなら歩くぞね。ただただひたすら歩く。ただこんな現地があったらもうカメラも何もねえだろう、いないだろう。よかったね、いろいろ探索できていっぱい飛んでるやろ。これだけでもね、2回連続で来れりゃ向こうとこっちで。何そのため息は。愛知県寄りと静岡県寄りで。寄りじゃねえ、だって静岡や。こっちは愛知県。さあどうする。終わりましたけど。終わりましたな。さあこれいい下見でしたね。来るまでボロッカス言うとったのに。うぜえなと思うよ。霊感的にはどうです。特になんか気になることも。一番最初のトンネルは気になったけど、後のトンネルはもう普通のトンネルなんだよな。一番最初ってどっち、あの向こう側から来た時の。そうおお。でもこっちの愛知県寄りの一番最初のトンネルもダムでなくなったのか知らんけど、溺れて死んだ人たちが 2,3 体見えとったでさ。やだな、ここのダムの水が何に使われとるのか知らんけど、やだなそれ。ダムは知らないぞ、全部取らない。取らない。